任せてホークモス。まだまだ続くよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ミラキュラスのアニメーションスタジオ最新作、幽霊が接近中。ジョージさん、名前はシャークウォーク、レベル7で大食いの幽霊よ。幽霊が現れる時、俺に任せろ。待っててね、今行くから。さあ始めよう。輝くパワーのヒーロー現る、フューリークラッシュ。ミッサーゴーストフォース、ゴーストフォース戦え。幽霊が出るところにはゴーストフォースがいるはず。パワーで世界を救え。みんなお疲れ様。ブーヤー。新番組ゴーストフォース、2月7日月曜日夕方5時からスタート、ディズニーチャンネル。ヘイイッツミラクルタイムで。こんな素晴らしいもの今まで誰か見たことある。12日土曜日はプリンセスたちと過ごせる魔法の時間がやってくる。楽しみだね。今日の私はプリンセスよ。スタートは朝7時。まずは小さなプリンセスソフィアに。プリンセスが助けに来るの。シンデレラやアリエルたちが登場するお話が見られるよ。夢みたい。昼12時からは映画リトルマーメイド。彼に会いたいの、今夜よ。アリエルが夢を叶える大冒険へ。そしてその後は初放送、プリンセスたちの名曲が聴ける歌番組。プリンセスをオリジナルで考えて。ラストはマジックベイクオフの新エピソード。どんなプリンセスになるかな。ディズニーチャンネルプリンセスサタデー、12日朝7時スタート。ディズニーチャンネルムービー。え、悪い、無理だ。千秋、バカ。彼女には誰にも言えない秘密が。タイムリープ？時間を飛び越え過去に戻る力を持った少女の不思議な青春。未来で待って。時をかける少女、2月12日土曜日夜7時、ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。この後はニューヨークで絶体絶命の大ピンチ。もうどうにもできない。ミラキュラスワールド、ニューヨーク、ユナイテッドヒーローズ、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルアートでしょ。ゴッホのように芸術の花を咲かせるのだ、アート様。うん、今日の花はどんな花だ。時間だよ、時間だよ。お、アート様。いやー、なんだ。アートでしょうの時間だよ。それはまずい。そうぞ、ピッキー。よし、では始めよう。ミュージックスタアート。さあ今宵もアートを鳴らすアートをご紹介。アートでしょう。イッツショータイム。やらかびも悲しみも人生はいろいろあるさ。青空を泳ぐように自由な君の心をぶつけろ。それがアートでしょう。これはアートでしょう。でしょ。ゴッホみたいにパッと。そう、芸術の花を咲かせよう。そんなアートで人生をバラ色に変えちゃおう。それこそアートでしょう。これこそアートでしょう。今すぐアート。大募集。ディズニーチャンネルに関係するアート作品を送ろう。詳細は公式サイトで。アート様どこ？あ、いてててん。お、ではさらば。アート。